忠じられるし闇を語るだろう闇にいられ,られ鬼となる一回切ると自分でオンにできないんですよこれね説明すげえむずいんですけど自分で思いくそそのスイッチをオンにしないと入らないんですよ だからその簡単にカチッカチチチいうようよな切り替えのスイッでない気がすするんででよねでも前言ったかもしれないですけどこのスイッチが勝手に入ってしまう時があるそれが自分のメンタルが弱ってる時とか勝手に入ってしまうことがあってたまに今は今見ちゃうことがポツポツあったりはします。それぐらいですねなんか めっっっちゃゃ重いいて言ったじゃないですかだからパッて見えた時にああがががこれはオフにしようオフにしようと思ってグってオフにしますずっとは見ないです気持ち悪いんで黒い影が人型でバーっていててずっと見ながらこの状態ではオフにしないですパッて見えたああ見えた見えた見えたああオフにしようっていう感じでオフにしていくんでだ多分オフになってるんでそのあとは見えてはないとは思うんですけどそうですねでも 何かあったらうちの父親に話したらなんとなく払うというか、まあ、元僧侶なんでお経を唱えられたりするんでなんとなく安心でしたねその見た時は怖かったんですけど見たあと一人でなんか抱え込むとかなかったです,すぐに親父に相談してたりしてたんでなんか僕自身は気づいてないですよ。その まあ、小さかったっていうのもあるんで、なんかこう風邪かなとか、なんかちょっとしんどいなとか。なんかそういうふうな状態の時に、親父が僕と、こうすれ違う時に、あれ、お、お、お前ついとんなみたいな。あかん、あかん、あかん、かんみたいな、ちょっとお前来いっつってこう。背中ばあってやってくれたりとか、よくありましたね。だから、僕自身は風邪かなとか、ちょっと体調悪いなみたいな感じでした。ずっとはい。 やっぱり僕すごい怖がりなんで1回は見たいんですよで安全な範囲からやっぱオカルトを楽しみたいちょっと臆病な人間なんでだからでもたまにうちの相方とかも言うんですよね2人で一緒に、まあ、仕事終わりとか歩いてたりするとなんか「ああそこあそこあんまり良くない」とか「えっ?」て普通のところなんですよなんか。 ななんかかだったかなよく分かんない植え込みとか急にさして言うから「えっ何何か見える?」って言ったら「いやあそこはねなんかよくないですよで」抽象的なことしか言わないか分かんないんですけどそう言われてみるとなんか怖いなと思ったりもしますし、えー、といつだったかな2年ぐらい前に東京ビッグサイトでイベントブースのなんか商品紹介するお仕事っていうのをいただいたんですけどその時もビッグサイトの、えー、もう本当外れの方にあるところが休憩所みたいので。 でそこにいたなんか休憩してた時とかもなんかあそこの奥にいますって言ってなんかもう東京ビッグサイトの端っこの方を指差してでどうやらなんかいるとでなんか人がなんかすり抜けたりしていくらしいんですよだからビッグサイトの端っこの方にはどうやら冷凍らしきものがあるんじゃないかなって僕は思ってますだから自分がそれをわからないんでで本当に体験がないんですよ僕一回だけ金縛りになったこともあって。 その金縛りにあった時も夜寝ていて自分の体が動かなくなってあ,あこれ金縛りなんだと思ったらやっぱ右手が動かないとあ動かない動かないこれなんかドキドキするなと思ったら左手が動いたんですよあ左手動くんかいと思って左手だけなんとなくやっぱ動かすじゃないですか。でこうやって布団で寝て仰向けで寝てる状態だったんで左手動かしてたらここの左肩の部分にこの辺になんか誰かが正座してたんですよ。 でその正座してるのが何かこう触った感覚で分かって,で,着物着てるんですよねその触触った感触がでその瞬間にあ多分先祖だと思ったんですよ着物ってもう先祖じゃないですか絶対だからあ先祖だ大丈夫だと思って安心して普通に寝てで起きたら別に何もなかったただそれだけの体験なんですけど今になって思うと「着物だ先祖だ」ってすごい安直な イコールでもしかしたら先祖じゃないかもしれないとそう思うとめちゃくちゃ怖かったなとかあとになって思い返してあれなんだったんだろうっていうのはあるんですけどでも実際自分が見たわけではないんで1回ぐらい見てみたいですけどね。